こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は嬉野市企業誘致ビル竣工式の話題、狂犬病予防注射のお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。昨年から建設を進めていた嬉野市企業誘致ビルが完成し、2月29日土曜日に竣工式が行われ、関係者らおよそ30人が出席しました。村上嬉野市長はこの企業誘致ビルを拠点に嬉野の産業や経済の発展に努めたいと話しました。嬉野市企業誘致ビルの愛称は嬉野オフィスビルで、新設する嬉野温泉仮称駅予定地の南側に位置しています。企業を誘致して市内に事業所を立地することで、産業の振興、雇用の増大および定住の促進を図ることを目的に建設されました。鉄骨造2階建てで、延べ床面積はおよそ935平方メートル、貸しオフィス7部屋、リフレッシュスペース、給湯室、70台分の駐車場などを設置。経済的、また効率的に整備を行うために、民間のノウハウを活用し、公民連携で建設されました。3月から2社が、嬉野オフィスビルにて業務を行っています。環境下水道課から狂犬病予防注射についてお知らせします。4月4日土曜日から4月12日日曜日まで、狂犬病予防注射を各地区の会場で行います。登録済みの方は市役所から送られてきたお知らせのハガキをお持ちの上、予防注射を受けてください。また登録されていない飼い犬は必ず登録をお願いします。登録される際は新規登録料がかかります。予防注射を受ける際は注射料金と注射済み票交付手数料が必要になります。なお令和2年4月より注射時に必要な金額が変更となります。登録済みの方であれば3250円、新規登録される方であれば6250円です。当日は混雑が予想されますので、お釣りが出ないよう準備をお願いします。詳しくは司法3月号をご覧ください。なお、飼い犬が死亡した場合は早めに連絡をしてください。愛犬の健康を守るのはあなたです。愛犬の狂犬病予防注射を忘れないように受けてください。環境下水道課からお知らせでした。市民課よりマイナンバーカードの出張申請受付のお知らせです。私たちの暮らしのさまざまな場面でマイナンバーは必要となってきています。またマイナンバーカードを持っていれば、市役所や銀行など本人確認が必要な場面で身分証明書として利用することができます。令和2年9月以降、マイナンバーカードをお持ちの人を対象に、キャッシュレス決済を利用したチャージやお買い物でポイントが付与され、そのポイントを買い物に利用できる事業が実施されます。さらに令和3年3月からマイナンバーカードに健康保険証としての運用開始がなされます。この機会にマイナンバーの通知カードから顔写真付きのマイナンバーカードへの切り替えをお願いします。今回皆さんへおすすめをするのがマイナンバーカード出張申請受付です。企業や地域の団体など10名以上で申請ができます。出張申請受付では嬉野市内の希望の会場で写真撮影、
申請受付まで行います。写真屋さんに行く手間も省けますし、申請して1ヶ月から2ヶ月後くらいにお届け、または郵送しますので、わざわざ市役所に出向く手間も省けます。どうぞこの機会に申請をぜひなさってください。企業や地域の団体で出張申請受付をしてみようとなれば、団体申込書と申請者名簿を市役所市民課へ提出ください。ホームページに団体申込書と申請者名簿を掲載しています。ご提出後、伺う日程などを決めていきます。ぜひご検討ください。なお、カードの交付を受ければ約10年に1回更新をする必要があります。また、紛失などを除き、発行手数料は無料です。以上、市民課からのお知らせでした。環境下水道課から指定ごみ袋等の料金改定についてお知らせします。嬉野市では現在お使いいただいているごみ袋の料金、粗大ごみのごみ中継基地への持ち込み手数料、粗大ごみの臨時収集手数料及び粗大ごみステッカー料金が令和2年4月1日からご覧の通り変更されます。変更前に購入いただいたごみ袋及びステッカーは4月1日以降もそのままご利用いただけます。市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは司法3月号をご覧ください。環境下水道課からお知らせしました。文化・スポーツ振興課からお知らせします。令和2年度嬉野市スポーツサポーターを募集します。スポーツサポーターとは、嬉野市や嬉野市教育委員会が主催するスポーツイベントまたはスポーツ教室の運営サポートを行っていただく方で、令和2年度では東京オリンピック聖火リレーやサガン鳥栖嬉野デーでのサポートが予定されています。募集対象は市内在住在勤在学の18歳以上の方で、高校生は除きます。性別障害の有無は問いません。スポーツの知識や経験がなくても大丈夫です。またスポーツサポーターに登録していただくと、東京オリンピック・パラリンピック記念品のプレゼントなど様々な特典があります。登録をご希望ご検討される方は、嬉野市文化スポーツ振興課電話0954-42-3316までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしています。まず腕時計や指輪を外し、手首までしっかり洗えるよう袖口を調整します。次に水で手を濡らし、手洗い石鹸をつけ、手のひらでしっかりと泡立て、手のひらをよくこすります。手の甲を交互にこすり、指の間をこすります。片方の手のひらに指先、爪を当ててよくこすります。反対側も同じように行います。親指の周りをねじるようにこすります。最後に手首を交互にこすり、水で十分に洗い流します。清潔なタオルで水分をしっかり拭き取りましょう。この方法で最低でも30秒以上かけて手洗いを行いましょう。
皆さん、こんにちは。嬉野市心の架け橋手話言語推進委員の高橋です。ふるかわです。一のせです。みやぞのです。みんなで楽しく学ぼう手話コーナー。このコーナーは皆さんと楽しく手話を学び、手話に親しんでいただこうというコーナーです。今回の手話は天気です。それではどうぞ。古川さん、こんにちは。明日からのお休みは何をされますか？明日は家族で動物園に行きます。そうなんですか。子供さんは大喜びでしょうね。天気もいいみたいで、私も楽しみにしているんです。宮園さんは休日に何をされますか？私は毎週おんせんに入りに行っているんです。美肌効果バッチリですよ。いいですね。今度温泉のかんそう聞かせてくださいね。はい、お互い良い休日を過ごしましょうね。腰を閉じた状態で右の手のひらを前に向けて、頭の斜め上から弧を描くように左から右へ動かすことで天気を表します。皆さんもご一緒に、天気天気。続いて4文字の指文字です。おんせんおんせんかんそうかんそう。今回の手話は天気でした。日常のちょっとした会話に使ってみてくださいね。それでは次回もお楽しみに。3月の在宅当番医はご覧の通りです。3月の小児時間外診療はご覧の通りです。3月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。3月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？季節の変わり目です。体調管理には十分気をつけてお過ごしください。それでは次回もお楽しみに。